ベラボンベラボーンはアメリカ合衆国のファッションデザイナー。また同名のファッションブランドの創設者でもある。ウェディングガウンで有名。ニューヨークで裕福な中国系アメリカ人の子として育った。母親はしばしば彼女を連れてパリへファッションショーを見に出かけたという。父親は科学会社のオーナー。少女時代はフィギュアスケート選手として、 全米選手権にも出場するが、アメリカ代表にはなれず、その後ファッション業界へ入った。サラ・ローレンス大学で芸術史を専攻し卒業。防具アメリカ史でシニアエディターとして16年務め、アナ・ウィンターが編集長になった1985年に退社し、2年間、ラルフ・ローレンでデザインディレクターを務めた。1990年、自身のサロンを ニューヨークのカーライルホテル内に開店。フィギュアスケート選手、ナンシー・ケリガン、ミシェル・クワン、エヴァン・ライサチェク、ネイサン・チェンの衣装デザインを手掛ける。ナンシーが銀メダルを獲得したリルハンメルオリンピックでの衣装はベラのデザインである。ベラのウェディングガウンを挙式できた著名人は多く、マライア・キャリー、ジェニファー・ロペス、ジェシカ・シンプソン、アブリル・ラビーン、ビクトリア・ベッカム、 ジェニファー・ガーナー、シャロン・ストーン、ユマ・サーマン、ホリー・ハンターらが挙げられる。映画、バッフィ・ザ・ヴァンパイアで、劇中サラ・ミシェル・ゲラーの着た、ウェディングドレス、また NFL ・フィラデルフィア・イーグルスのチアリーダー用、ツーピースのデザインも、ベラである。人気テレビ番組、プロジェクト・ランウェイの第3シーズンで、ゲスト審査員として出演した。ウェディングガウンのみならず、現在は、香水。 宝石、メガネ、靴、ハウスウェアもデザインしている。2002年より時期とクリスタルガラスのプロデュースを始めた。ベラのブティックは拠点となるニューヨーク以外にも視点がボストン、ビバリーヒルズ、ワイキキにある。ありがとうございます。